プンバキ家族皆様、こんにちは。プンバキです。プンバキ家族が1000名を超えました。プンバキ家族一人一人に感謝の気持ちを伝えたくて動画を作りました。嬉しい気持ちの中に重い気持ちも一緒に存在します。それが正直な表現だと思います。今まで支えてくださったプンバキ家族に心奥から感謝します。まだ新たにプンバキ家族になってくださったプンバキ家族にも感謝します。化粧品のすべては成分です。口コミではないです。まだほんの少し配合されてる有効成分だけ聞いて購入してはいけないです。全成分を見て肌に良くない成分は配合されてないか必ず確認するべきです。まだ特許成分が界面活性剤を応用した成分ではないか考えないといけないです。プンバキ家族は全成分を見て正しいスキンケアで肌の変化を感じてほしいです。韓国にはたくさんの化粧品会社があって、良い化粧品がたくさんあります。日本にはあまりにも少ない韓国会社何社だけが知られて、なぜかと思います。免税店に行っても日本の方が好む商品だけ並んでます。それが日本に知られてる韓国化粧品会社です。韓国で本当にロングセラーで愛用されてる商品は口コミ1位にはなれないです。それは動画で説明しました。まだ口コミも 100% 純粋なものだと思ってる方はいらっしゃらないと思います。そういう環境にプンバキ家族は行って欲しくないです。プンバキ家族が増えましたので、感謝の気持ちを良い商品を紹介することでお返ししたいと思います。プンバキ家族が行って、私がいますので、これからもよろしくお願いします。では、次の動画で会いましょう。ありがとうございました。